わわ森ザンパプレゼンツ、読谷大好き飲み歩き。この番組は有限会社東酒造の提供でお送りします。レポーターはじめちゃんでございます。さあ本日はですね、読谷村のこちら栗原になりますかね、袖になりますかね、そのところに来てますが、ご紹介するのはですね、ゆくるさんでございます。ゆくるということでね、夢が来るというふうにね書いたお店さんでございますが、場所はですね、ジョワジョワさんのね、お菓子のジョワジョワさんだったり、あと住屋さんとかね、だるまそばさん、そちらのですね、交差点の方のね、一角という形になっております。はい、そちらの方に本日お邪魔していきたいと思いますが、私もね、初めてね、ちょっとお邪魔する店舗でございます。カラオケバーということでございますので、どんな店内になっているのか楽しみでございます。それでは早速、行ってきます。はい、それでは早速私、店内お邪魔しております。お隣にはママさん、店長さん来ていただきました。自己紹介していただきましょう。自己紹介お願いします。カラオケバーゆくるの新田隆です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとですが、こちらゆくるということで、まあうちなんちならいろいろピンとくるというお名前なんで、これなんで名前を、はい、まあその通りで、ゆくってってくださいというですね、あ、休んでてと、はい、ということで、これ当て字なんですね、はい、そうですね、あの友達につけていただいたんですけど、まあ、夢が来ると書いてゆくるで、皆さんの夢も来ますようにという意味を込めてつけました。なるほど。はい、ではそのゆくるさんですが、オープンはどれくらい前から？2年経たないぐらいです。あ、2年前ぐらいからオープンしているということで、はい、まあ、そのうちちょっとまあ1年ぐらいはっていう感じですか？そうですね、休業しておりました。で、オープン、再オープンしたのは何ですか？はい、今月11月から再オープンしてます。なるほど。はい、お客様、どんな方が、はい、多いですか？なんか夫婦で来られたり、あの女性だけのお客さんも結構来ていただいてて、はい、なるほど。結構、まあ、女性の方も多いし、ご夫婦で来られる方も多いということで、そうとしてはお客様の層としてはだいぶあのファミリー向けと言ったら変ですけど多分ね、ご夫婦、そうなんかあのまあ、ちょっと長いこと夜の仕事してたんですけど、はい、やっぱ男性の方が多いじゃないですか、はい、でもこういうとこだと、いや奥さんも連れてこれるからということで夫婦で客に来ていただいたりしてます。なるほど、はい。で、まあ、お店の方にもね、カラオケというふうについてるので、カラオケの方も歌い放題ですか？歌い放題ではないんですけど、うん、まあ、1曲100円でカラオケ好きな方が結構いらっしゃるので、もうずっと流れてる感じですね。あ、なるほど、はい。はい、それではですね、こちらゆくるさんのフードのメニュー伺いましょう。フード結構種類を揃えているようなやつがどういったものがあるんですか？まあ、チャンプルーだったり、揚げ物だったり、パスタ、パスタ、はい、チャーハン、でもありますというか、作ります。作ります、はい、お客様のご要望に合わせて、またトッピングといったらいいんですけど、メニューにない料理も作ったりもするときあるんですか？はい、全然あります。なるほど。はい、臨機応変に対応していただけるようでございますが、まあ、メニューの中で人気のあるメニューってございますか？さっきも言ったように女性のお客さんが多いので、はいはいはい、最近はね、照り焼きチキンをちょっとあのなんか爽やかな感じの味付けになってて、はいはい、そしてすごい人気です。あ、なるほど。それももともとメニューにはなかったんですけど、あ、そうなんですか？要望が多くて、はい、裏メニューということで、ね、はい、裏メニューなのに人気ナンバーワンということで、照り焼きチキン、はい、こちらの方が、今おすすめという形になっていますが、まあ、男性の方だったらどういったメニューがおすすめになりますか？男性の方はあのチキナーですね。あ、チキナー、はい、チキナーだったりタームスチカ、タームスチカ、はい、何ですかね、そんなのが多いですね。ああ、なるほど、はい、本当にじゃあ、まあ、お酒に合わせるような形で。そうですね、はい、はい、それではフードのメニューも伺いました。続いてはアルコールのメニュー伺いましょう。まあ、後ろの方にはね、ずらっとアルコールの種類がありますが、結構豊富に揃えているんですが、どういった種類を食べているんですか？はい、ビール、それから泡盛、酎ハイ、焼酎、焼酎、はい、などなどありますね、はい、日本酒とかも？日本酒は置いてないですね。あ、日本酒は置いてない、はい、はい、なんか結構でも
種類もね、あるということでございますが、青森出ましたので、青森残飯から聞いてみましょう。青森残飯ありますか？はい、もちろんです。読谷なんで。はい、種類の方は残飯白、黒、プレミアム、グリーンも。あ、グリーンの方、はい、5種類ですね。はい、5年5種の方まで置いているということで。人気はこの4種類でいくとどれが人気ですか、こちらに。女性のお客さんだとやっぱ白が多いんですけど、男性の方は黒ですね。あ、黒。はい。なるほど。はい、それではアルコール飲みにも伺いましたので、こちらゆくるさんの青森残飯に合う一品伺いたいと思います。さあ、こちらの青森残飯に合う一品なんでしょうか。はい、麻婆豆腐。麻婆豆腐、はい、あと豚キムチ。豚キムチ、はい、はい、ということで一品ずつねありましたけど、これあのね、メニュー表にはですね、あの普通麻婆豆腐とか言うとね、まあ、一品料理みたいな形のね、イメージがあると、おつまみで書かれてるんですね。そうですね、なんかやっぱ辛いの欲しがるんで、辛いの頼むんですけど、さらに辛くとかいろいろ要望があって、なんかいつも調整して、辛さに調整してつまみながら飲んでます。なるほど、はい、辛いもの大好きな方がね、集まっているようでございますが、はい、これおつまみっていう形で、ね、メニュー表に書かれてるから、量的にはどれくらいあるんですか。量はでも一人で、まあ、食べれる量、そんなにたくさんは入ってないんで、でもやっぱたまにご飯もつけてという方もいて、お料理に応える。はい、もちろん。なるほど、はい、いつの間にか定食にもね変わることができるということでございますのでね、ぜひね皆さんね、その時はね、かみさんにご相談いただければ対応していただけるようでございます。それ以外もですね、いろいろ、まあ、チャンプルー系もありますが、あと、牛肉ピーマンとかも。そうそう、牛肉ピーマンも結構食べますね、皆さん。はい、ね、ちょっと私ね、メニュー表見て気になったので、はい、ぜひ皆さんもね、こちらもご紹介していただければと思います。はい、それでは最後にこちら、ゆくるさんの営業時間など伺いましょう。営業時間教えてください。はい、夕方6時から今は1時まで。1時まで、はい、やってます。はい、定休日。はい、定休日は木曜日です。木曜日、それ以外は空いてるか。それ以外は、基本空いてるんですけど、まあ、たまに平日貸し切りだったりという情報があると、はいはいはい、ちょっとまあ定休日って形にして貸し切り営業でやったりしてます。うん、なるほど。はい、ね、またそろそろ忘年会とかね、そういったシーズンにも差し掛かってきてますので、そういった時のね、会場としてね、ご利用していただいてもいいかなというふうに思います。そんなところにね、ご連絡先、ちょっとね、お伝えしていただきます。電話番号を教えてください。はい、098-988-5758 です。はい、988-5758 番、はい、こちらの番号までぜひね、お問い合わせいただいて、まあ、ご予約とか、画面で来るよとかいう形でね、ご連絡していただきたいと思います。さあ、それではまだこちら来てないという方、結構ね、まあ、休業していた期間にもお弁当とかのね、配布、まあ、配布って言ってもいいですかね、販売とかされてたのもあったので、ちょくちょく目にされた方多いと思いますが、そういった方に向けてもぜひ皆さんメッセージお願いいたします。はい、自粛慣れしてしまって皆さんなかなか出づらいかと思いますが、みんなで優待しながら、カラオケ歌いながら、ぜひ足を運んでください。はい、ぜひね、ゆくるさんにゆっくりに来てください。本日は皆さんありがとうございました。カラオケバーイクルは飲酒運転撲滅に協力しています。お酒を飲まれた方は代行なりタクシーなりでお帰りいただくようご協力お願いいたします。派手な警察署は飲酒運転根絶に努めています。飲酒運転は許さんぞ。今夜も泡盛残飯で乾杯。琉球泡盛残飯プレゼンツ、読谷大好き飲み歩き。この番組は郵電会社東酒造の提供でお送りしました。来週もお楽しみに。